ビーラニハイウェイは日本の競争馬。場名の由来はマウイ島の高速道路。ダート中長距離路線で活躍し、地方交流重賞2勝を記録。2005年セレクトセールにて6930万円にて落札され、立党、吉田直博旧車管理場として2008年の1月に競争場デビュー。デビュー2000まで芝を使われていたが、 三戦目のダート、戦にて大佐勝ちを演じてからは、ダート路線に専念となり、3歳から4歳12月まで、特別競争3勝を含む5勝を記録。この間重賞勝利などの特筆すべき実績はないが、計20戦に出走し着外は2回という堅実、賭けを見せている。2010年オープンクラスに昇級したピーラニハイウェイ、であったが、重賞初出走となる。 アンタレスステークスにて12着敗退を喫するなど、その後はクラスの壁に当たる格好となり、条件場時代には見られなかった二桁着順も目立ち始め、この年は未勝利という結果に終わる。翌2011年アルデバランステークスを勝ち、初のオープン勝ちを記録するものの、これ以降も、重賞では勝ち馬から1秒以上離される苦戦が続き、同年夏頃より、 地方交流重賞に路線転換となる。主戦場を地方へと移したピーラー2ハイウェイは、中央同様、勝馬からは大きく離されるもブリーダーズゴールドカップ、日本テレビ杯月4着など、一応の成果は残すようになり、迎えた2012年には、佐賀記念を政治初の重賞価値を記録したほか、生涯唯一となる GI 競争への出走も果たしている。 11月には、浦和記念も勝ち、2つ目の重賞タイトルを獲得した、ピーラニハイウェイであったが、このレース後に、左第一子接種子骨の骨折が判明し、現役続行を断念、競争馬登録を抹消された。抹消時に乗馬となることが報じられたものの、その行き先は、現在も未定となっている。ありがとうございます。